今回紹介するお店は山形県酒田市にあります。ご覧の場所は玉すだれの滝です。玉すだれの滝は平安時代に弘法大師が神のお告げにより発見したという言い伝えがあります。高さ63メートルから落ちる水が岩に当たる滝の音はいつまでも聞いていられるほど心地の良い場所です。観光名所ですので一度訪れてみてください。そんな素晴らしい滝のある酒田市にあるお店が楽食屋立川さんです。カウンター席と畳のお座敷があり、山形の地酒と新鮮な魚料理や創作料理を楽しめるお店です。今回は特別に営業中の様子を撮影させていただきました。どうぞご覧ください。私も止めましたけど。手が空いたらしょっちゅうください。そうですね、気が入りました。見事です。でかいです。私は親方から見られない限りは震えないです。親方から見られて震えるんですよね、どうしても。怒りですよ。紹介してるんですか？大和桜。
申し訳ございません。辛口から入ります。こんな時期にね、めっちゃうまいよね。うまい。はい、でこれが辛いやつです。これゆうこさん。怖い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 。工房そい平正、ノブロ2がいます。あ、元が分かんないですけど、あの表に出ます。でもこの辺で、はい、2個です。2個、はい、あんまり細いこと入らんねえすいません。はい、32。